こんにちは、今週は、マイラーズカップの、調教診断のコーナーになります。大阪サンケイスポーツの正木です。はい、サンケイスポーツの斉藤です。まずは、斉藤記者から、今週の好調教板の話をしていただきましょう。はい、まずは朝一番の販路で追い切られたエアスピネルですね。合わせ馬で、3馬身ほど追走して、スタートしたんですけれども、早めに手応えよく並びかけて、最後は、最後しっかり割れて、ちょっと残り1波乱ぐらいで一瞬こうバランスを崩す感じだったんですけども、そこから立て直してしっかり伸びて、52秒2の12秒3という、馬場を考えればかなり優秀な時計で上がってきましたし、状態は良さそうですね。先週乗った、滝豊ジョッキーもすごく状態は良さそうというように、話してましたし、本番は次になりますけれども仕上がりは問題なく、いい稽古ができると思います。あともう1頭はシールドコースで、追われたダッシングブレイブですね。こちらは2週連続で浜中ジョッキーが、騎乗して、今日は、もうさらっと最後、流す感じで入ってきたんですけども、先週同じコースで、いっぱいに追われてますし、その時に81秒4という高度計で、回ってきましたし、もう本当に今週は息を整える程度という感じなんですけども、いつも1週前だけジョッキーに乗る感じなんですけど、今回は2週連続で乗って、もう本当に勝負仕上げという感じなんで、かなり久々でも本格効く馬ですし、もう万全の体制だと思います。正木さんの方はいかがですか？そうですね、ちょっとね、いくらかデマ穴っぽいところでというのでは、穴にならないですかね。ブラックスピネル、これはね、反路コースでね、結構遅い時間帯の力のいる、馬場だったんですけど、そこで51秒4、13秒、12秒8ですか、相手のダノンリバーティをね、首さこうグイッとこうねじ伏せるような感じで、本当に力強くて、この時計も時間帯を考えれば非常に秀逸です。先週がね、ちょっと同じダノン相手にね、1馬身遅れてバタバタのラストで14秒7もかかってるんですけど、その点を考えても体も絞れてきて、すごく、張りも出てきてますし、先週から一変したその追い切り状態だったということは、注目しておいてください。それからもう一頭が1年ぶりなんですけど、クルーガー、これ昨年の覇者なんですけれども、先々週とシーウッドで、強い負荷をかけておいて、今週はある程度さらっとという感じで、だったんですけれど、それでもやっぱりさすがの脚力、推進力だなという感じで、53秒に、12秒5をマークしました。先々週、先週とシーウッドの合わせるまでね、高度計を出していて、今回のこの追い切りで、ほぼ万全の体制に整ったんじゃないかなというほど、追い切りの動きは目を引きました。分けるならね、こういうタイプなんじゃないかなと。安城の松山騎手も G1 を買って、今日のこの稽古にも騎乗していましたから、ちょっと注目してみてください。以上です。ありがとうございます。